AMD の前およびエキスカベーター、マイクロアーキテクチャを採用するマイクロプロセッサ向けの CPU ソケットである。AM4 は2016年9月に導入され、ソケット AM3、FM2 およびソケット FS1 ビットを単一のプラットフォームで置き換えるために設計された。1331個のピンのスロットを持ち、AMD では初めて DDR4 互換のメモリをサポートした。 ハイエンド CPU からローエンド APU までの統合された互換性を持つ。X370 チップセットは複数のグラフィックカードをサポートするが、使用可能な PCI レーン数は CPU、APU による。300シリーズと400シリーズ、A520 及び B550 はアスメディアとの共同開発である。x 百七十は AMD の自社開発でグローバルファウンドリーズが製造する。実際には X570 チップセットは第3世代ライゼ前に搭載されているサイアドと呼ばれる I-O コントローラーの台を流用しており、開発、製造コストを低減している。X570 と B550 の500シリーズを搭載したマザーボードは PCI Express Gen4 に対応している。 ありがとうございます。